はい、いつもとございます、高です。今回なんですけどね、今回ちょっといつもと違うような話をしていこうかなと思います。まあ、基本的に僕のこのチャンネル、バス釣りジャパンチャンネルの方では、まあ、季節ごとのバス釣りだったりとか、まあ、各種ルアーの使い方とかね、あと新しいルアーのインプレとか、まあ、そんな感じの動画をね、一応投稿させていただいています。もちろんね、そのルアーを知ってもらって、僕が紹介した方法でこう釣れたとか、まあ、そのコメントいただいたりとかね、メッセージいただいたりすることで、もう僕はね、ほんと動画制作冥利に尽きるというか、もう嬉しい限りなんですよね。それはね、ほんと心からそう思います。皆さんのね、こう記憶に残る魚のこう協力ができたっていうのは非常にありがたい話です。でもね、実際ね、こう季節の釣り方だったりとか、おすすめのルアーを紹介してけど、それを実際やってみたけど、全然釣れないとか、もう何を言ってるんだとかね、もうそんな聞いてやってみたけど、釣れないんだよっていう人もね、多分いると思います。なのでね、今回はね、そんなルアーやワームをその投げる前に、どういうことを考えたらいいのかとか、どういうことが大事なのかっていうね、話をしていこうと思います。もうね、結論から言ってしまいます。このバス釣りにおいて一番大事なことというか、このルアーとかワーム、今僕が挙げてる動画を解説した上で、その前に大事なことっていうのは、ほぼね、8割方場所が大事だと思ってます。まあもちろんね、これ当たり前のことなのかもしれないですけども、ということはね、こう残り2割ね、残り2割っていうところを、そのルアーとかワームを掘り下げた上でどれを使うのかとかね、そういうところに当てはめていくって感じなんですよね。まあ、極端な例を言うとね、こう全くブラックバスがいない、例えば水たまりだったりとか、例えば用水路とか何かしらもう魚とかいない、ただの水たまりようなところで、ルアー、どんなルアーを投げても釣れないですよね。逆に言えば、そこら中に魚がいるフィールドに対して、そこに対してじゃあどういうルアーを投げていけばいいのかってことになると、何を投げてもね、正直釣れると思うんですよね。まあ、最近ではね、多くのこうブラックバスが、まあ、個体数減少に向かってて、で、その数十年とかで分かりやすいんですけども、結構ね、何でも釣れたのはね、そのためだったんですよね。もちろんね、こうビッグフィールドとかエリアだったりとか、まあ、ため池とかだったらスポットとかね、その辺もね、同様のことが言えると思うんですよね。まあ、もちろんね、そこにこうプレッシャーだったりとか、魚のコンディションだったりとか関与してくるんですけども、その前にこう大前提っていうのが場所なんですよね。まあ、僕がね、過去に紹介したルアーってかなり数があると思います。結構な頻度でね、投稿させていただいているので、いろんな特定のルアーですね、例えば最近だったらそう、ヤマタヌキとかレベル5とかハリエシュリンプとか、まあ、その他もろもろね、いっぱいね、ルアーをこういう使い方した方がいいよとか、こういう使い方で釣れましたよってね、こう動画のね中で紹介させていただいています。もちろんインプレもそうですよね。もうこの使い方とかインプレっていうのがこの2割に当たるんですよね。で、2割に当たって、そのルアーをどうポテンシャルを引き出すのかってところをね、少しでも役に立ったらなと思っている内容になっています。まあ、例えばね、こうバイブレーションだったら、例えばレベル5だったら、ちょっとシャット寄りというか、こう、細かいピッチで泳ぐよとか、従来のバイブレーションだと違うよとか、例えばハリシュリンプだったら、他のワームとの違い、他のエビ系ワームとの違いだったり、そういうちょっと細かいところね、押さえて、紹介しています。なので、そういうところをこう知っていただくことで、ポイントを知って、今自分が使っているものが、例えば黒系ワーム持ってて、エビ系ワーム持ってて、ハリシュリンプはどう違うのか、で、バイブレーション、例えば他のもの持ってて、レベル5はじゃあこう違うのかってところをね、こう知っていただくことができるんですよね。まあ、そんなね、それぞれの特徴を押さえた上で、一番大事になってくる使用感だと思うんですよね。そのプラスして、例えばレベル5だったらこう巻きやすいとか、早巻きで使いやすい、ボトムで着底してしっかり立ってるとか、ハリーシュリンプだったら4インチだったらベイトフィネで使えるとか、まあ、いろんなね、そういう要素、使用感ってところですよね、が出てくると思うんですよね。なので自分が持ってるタックルって多分あると思うんですけど、例えばミディアムヘビーの竿とか、まあ、ヘビーとか、まあ、何しろスピニングだったりとかいろいろある中で、それをこのルアー使いやすいとか使用感がいいといった、そういった部分でかなり重要になってくると思います。まあ、極端な例を言うとですね、例えばむちゃくちゃ軽い3インチぐらいのワームがあったとします。で、これって、例えば、ノーシンカー、まあもちろんね、潮の比重がないものと、そう、弟子なんですけど、これをノーシンカーで使う場合って、普通のベイトリールで、例えば、ヘビークラスのロッドで、ラインも16ポンド、20ポンドぐらいでやるとするじゃないですか。そしたら、非常に使用感ってめちゃめちゃ悪いんですよね。ただ、これって、その、こういった極端なタックルセッティングを使う人って世の中にはいると思うんですよ。ただ、それは、そこにいる魚とか、そこにいる場所、魚がいるという場所に対して、意図を持って、その使用感を殺してでも、その使い方をする必要があるってことで極端な例に振ってるって感じです。まあ、今回は例なんですけれども、まあ、そんな感じで合わないまでも使用感を殺すっていう状況はもちろん出てくるんですけれども、結局はその場所ってところがポイントなんですよね。なので、どんな状況でもその場所に対して魚がいるってことを想定した上で、ルアーとワームを選んでいく、使ってみるっていうのが、まあ、非常に大事なんですよね。もしくはそのルアーね、例えばレベル5とかハリーシュリンプがあったとしたら、そのルアーが魚がいる場所に対して使用感を求める使い方ができるのが非常に大事なことだと思います。このルアーが釣れるとか、ルアーパワーがあるとかって正直あると思うんですよ。まあもちろんその意図はあると思うんですよ。このルアーがパワーがあるのは実はこういう素材を使ってるからとか、こういう水質だからとか、いろいろまあ状況下はあると思うんですけど、ルアーパワーっていうのは正直あると思います。まあ他のルアーでね、こう反応しない魚にも反応させれるっていうのももちろんあると思います。ただ、そこに魚がいないとパワーを発揮しても意味がないですよね。なので、魚がいる場所に対してそのルアーをどう使いやすいのか、当て込みやすいのか、そこを抑えていればこの2割を埋めることができるんですよね。じゃあそのルアーを使う上でタックルセッティングをどうするのかとか、
アクションをどうするのかとか、スピード感だったりボリュームだったり波動の質とかが決め手となることが結構あるんですよね。めちゃめちゃね、釣る人って世の中にたくさんいると思います。もちろんこう YouTube 上にもおられますし、それ以外でもね、活動されている方とか、すごいめちゃめちゃうまい方、全国ね、釣られる方いっぱいいると思うんですよね。で、いる人っていうのは、じゃあ何がすごいのかってところなんですけど、やっぱ季節感を捉えた上で、場所とかエリアとかの選びがめちゃめちゃうまい人なんですよね。なのでね、こう釣れないルアーっていうのは、ね、ほとんどないと思ってます。要するにそのルアーの場所、まあ、ルアーを捕まえての場所とかの選び方っていうのが、もう的確かつ、プラスで、もう読み込んでいけるって感じですよね。なのでそういう人っていうのはその2割ももちろんしっかりやってるともう100ですよね。10割なんでほぼ釣るみたいな感じなんですよね。じゃあ何が言いたいのかっていうと、僕がね紹介したワームとかルアーありますよね。それが全然釣れないと、これ釣れるとかおすすめって言ったのに全然釣れないじゃないかっていう時は、結局場所がね良くないっていうケースが結構多いと思います。まずはね場所なんで、そのエリアとかスポットを考えていくのを最優先にした方がいいと思います。なのでね、その場所何をやっても釣れないとか、でも魚は確実にいる可能性は高いのに反応がないと感じるのであれば、ルアーをねこうローテーションしたりとかセレクトしていくっていう、まあ選択肢になると思うんですよね。もしくはね、そのフィールドに対して結局場所が重要って今言ったじゃないですか。で、場所が重要ってことは、この場所に対する知識とか把握力っていうのも非常に大事なんですよね。なのでもし通われてるフィールド初場所だったりとか、まだ数回しか行ったことないっていう時は、もちろんねそれでも釣れることはあると思うんですよ。ただその地形の変化だったりとか、沈み物この何日かとか、この季節感春夏秋冬の状況変化だったりとか、いろんなとこを踏まえた上でやっぱ知識が浅いと、そのフィールドの魚のいる場所ってね絞りにくいですよね。だからこそ経験値とかがものを言うんですよね。で、この場所が分かった上でシーズナブルパターン、まあ、要するに季節の釣りですよね。それを当て込んでいくのがまあ定石かなと思います。場所があって、かつシーズナルパターンを踏まえてどこにいるのかをより絞り込む。さらにそこからルアーなんで、ルアーっていうのは最後なんですよね。で、例えばプロの方とかね、今まあ YouTube 上って結構プロの方とかでたくさんこう動画を出されたりとか、誰でも簡単にねこうプロの人の釣りを見ることができますよね。ただそれって多く、そのもちろんね商品紹介とかの動画もありまして、いろんなものがある中で多く語ってないけど、前提として釣れてるってことは、そのね場所だったりとか、もちろんルアーのねそのインプレとか新商品のレビューとかね、そういうのをしていくときっていうのは、もちろんどこに行っても適当するわけじゃなくて、今この状況、季節感、この 月齢とか、この前後の日付の天候だったりとか、その場で考慮した上でこのルアーを使うんであれば、どこにするのかっていう、ちょっとね順序若干釣れるかもしれないですけど、よりそのやっぱ前提のね場所と季節っていうのを捉えた上でインプレ動画を撮ってると思うんですよね。なんでね、この工程って結局解説あまりなかったりするじゃないですか。でも実際はその頭の中でとか、いろんな経験値、経験が高いプロの方ですから、そういう経験を踏まえた上でやってるっていうのを、まあ知っておくと違うかなと思います。なので、まあ、さっきの、ね、最初言ったんですけど、場所とシーズンのパターンで踏まえた上でどういうルアーを投げていくのかっていうところですよね。なのでこれが順序逆になっちゃうとおかしなことになっちゃうんですよね。結局ではフィールドに行きました、このルアーをじゃあちょっと投げてみようと、季節感を捉えたからこのルアー投げてみよう、場所がずれてます。で、逆にですよ、季節感を捉えた上です、で場所に対して当て込んでいこうと思っても、季節感だからこれとか、でこのルアーを使いたいからじゃあここの状況に合わせるとか、逆のパターンもありますね。季節、これまたちょっと特例なんですけども、ルアーを投げる、このルアーを使いたいから、じゃあそれに合わせた場所を選んでいかないといけないんですよね。優先事項としては場所なんですけれども、その順序を間違えてしまうと結構ね大外れしちゃったりとか、魚が釣れなかったりするんですよね。なので例えば僕の動画を見ていただいたときに、例えばヤマタヌキだったりとか、まあレベル5だったりとか、ハリシュリンプとか、まあ、ファットイカとか、線香とか、いろいろありますよね。ある中でじゃあそのルアーを使いたい、買ってみましたってなったときに、じゃあこのルアーが生きる場所っていうのはどこなんだろうっていう、結局その場所なんですよね。でかつシーズンのパターンが絡んでくるって感じなので、この順序を優先順位を考えた上で選んでいくのが非常に重要かなと思います。で、あとはね、もうこれを検証を繰り返していく、これ本当答えがわからないですけども、やっぱりある程度絞れると魚の超過っていうのも上がってくるんですけども、これやってみて魚がいるであろうっていう場所でルアーを投げてみたけど反応がない、じゃあ場所が違ってたんだなとか、場所は結構いいのにルアー使ってから合わなかったってなったら、実はシーズンのパターンが合ってないとか、場所もいい、じゃあ季節感もいい、結構捉えてるんじゃないかなと思って、ルアーをやってみたけど釣れない、じゃあルアーが違うのかなと、まあ、こんな選択肢になるんですよね。で、これを組み立てていくっていうのが、まあ、楽しみの一つだと思うんですけれどもね。で、こうやって組み立てていくことでどんどんやっていくんですけど、本当にね、そうなってくるとね、坊主だったりとか釣れない日っていうのって多くなってくるんですけど、それをどんどん積み上げていくことで魚に出会える確率っていうのは上がってくるかなと思います。で、いろいろなもう検証したよって話、もちろんね、僕もこれ過去の動画とか今もそうですけど、いろんなところでこう言ってるじゃないですか、検証して積み立てて、まあいろんな人が言ってると思います。知識が深まるほどバスティっていうのはこう深まっていくけど、これか一回そのリセットするのも結構大事だと思ってて、その要するにこの場所と、シーズンのパターンとルアーっていう、こう組み立てができてるにもかかわらず、なんかおかしいなって時は、もしかしたらその認識自体が間違ってるかもしれないですよね。
まあ、ルアーの認識もそうだし、場所の選び方の認識もそうだし、シーズンパターンが間違ってるかもしれないということもあるので、この辺を一回リセットしてもう一回考え直すとか、逆に考えてみるとか、まあ、そういうのもあるんですよね。まあ、以前ね、コメントね、秋の釣りの時で言っていただいたんですけど、まあ、秋だったらどんどん深まれば夏にいた場所にはあんまつかなくなるみたいな、コメントいただいた時に、あ、なるほどなと思って、まあ、それこそまさにそうじゃないですか。考え方の転換なので、リセット一回してみるみたいな、まあ、そういうのも非常に大事かなと思います。結構ね、自分自身もこれにとらわれて良くないケースってあったんですよ。例えばね、秋、まあ、今超夏寄りというか、まあ進みながら徐々になってるんですけど、多分秋だから巻物ってこうやっぱイメージありますよね。後輩に散らばるから、それをああいうために巻いていかないといけないっていう考え方ありますね。じゃあその秋は巻物、今ね、こう秋は巻物、まあ、シーズマルパターンであって、ここのね、ルアーっていうのがまあ出てきましたよねってなった時に、秋じゃここがまだ実は深まってないってなると、このシーズンバルパターンが間違ってると。でかつ間違ってるとルアーも間違えますよね。でもしかしたら場所がおかしいのかもしれないっていうね、この順序立てで行っていくのがまあ一番いいのかなと思うんですけれども、その固定概念というのを取っ払うというのも非常に大事かなと思います。僕自身もやっぱそこすごい痛感するので、巻物だからじゃあ後半に散ってそうだな、水温が低そうだから散ってそうだなってことでやっていっても反応ないとなった時は、このシーズンパターンが間違ってるかもしれないって感じでね、思うことがあるんですよね。まあ、もちろんね、これ状況だったりとか天候とか、そのいろんな状況下を、さらに時間帯とかもそうですよね、いろんなものを踏まえて変わってくると思うんですけど、主にこの 3つの仕組みがどこかで狂ってたりするとやっぱり魚に出会えないかなと。でそれに至ってやっぱり一番大事なのは場所なんで、はい、なんでこう場所が合っててシーズンパターンは合ってるけどルアーが合ってない、逆にシーズンパターンが合ってないからルアーを選んでもそれは合わないですよねっていう形になるので、そこら辺をね、こう順序立てて考えていくのが非常に大事かなと思います。でね、何度も言うんですけど、場所、シーズンパターン、最後のルアー、この順番をね、守っていくと全然ね、組み立て方変わってくるかなと思います。でこの土台をね、場所っていう土台を、場所と季節っていう土台を形成した上でルアーワームが存在するっていうことですね。これを頭に入れておくとだいぶ違うかなと思います。まあ結局ね、でもバス釣りの楽しみ方っていろんな楽しみ方があると思うんですよ。まあルアーとワーム、これかっこいいからとか、これで釣ってみたいとかね、そういうものがあるんであれば、このルアーっていうものにこっちを合わせていくようになるんですよね。ルアー、例えばビッグウェイドが釣りたいと、ビッグウェイドを使いたいんだったら、このビッグウェイドが効くような場所を選ぶ、ビッグウェイドが来そうな季節感を選ぶって形をね、取っていく必要があるかなと思います。そういう組み立て方も実はバス釣りとしては楽しみの一つだと思います。ただこう魚を釣るっていう意図で言えば、さっきの、ね、順番だと思うので、はい。では今回ね、ちょっとまとまらない話になったんですけども、これね、ルアーとワームを殴る前に何を考えたらいいのか、どういう順序立ての思考でいったらいいのかっていうところを解説してきました。本当に楽しみ方いろいろあると思います。僕自身もね、今言ったそのこの通りにやったから全てが正しいわけでもないし、逆から行くのもいいし、季節感だけ捉えてあとどこを絞っていくとか、いろんなやり方があると思うんですね。ただその魚を目指すとか、魚一匹取りたいってなると、この順序立てがね、非常に重要になってくるかなと思います。もちろんこの順序立てが決まってたりとか、ルアーとかのセレクトがうまくいくと数が釣れたりとか、いい魚が釣れたりとか、やっぱ状況下でね、絶対そういうのってあると思います。でこの考えた過程がより魚の一匹の魚の価値を上げてくれると思うので、ぜひぜひね、皆さん今こう僕の話を少しでも聞いていただいて、今自分どういう考えで釣りしてるかなと振り返っていただけると、まあ面白いかなと思います。あ、実際ルアーしか考えてなかったとか、この使い方だけ、このリグだけをやってたわとかいうのもあるかもしれないですよね。でそこにこのシーズナブルと場所っていうのがね、絡んでくる。場所が大前提であって、シーズナブルがあって、ルアーっていうね、この順序をもう一度見直してみると、またこのリグの使い方が変わってきたり、ルアーの選び方が変わってきたり、まあいろんなね、選択肢が増えるかなと思います。ぜひぜひね、今回の動画何かこう少しでも参考になれば嬉しいです。はい、では今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。